様ご無沙汰しております。1ヶ月ぶりですかね最近なんか自転車 と、ダイエットにハマってて、もうちょっとしたら20キロ落ちるんですけどね、だいぶ細くなりましたよ。それで夏の間ワンコがキャンプ行けないから、私一人になるでしょ。なので自転車、もうこれ7代目なんですけどね、これは26年前に買ったメリダのマウンテンバイクなんですけど、こいつをちょっと、キャンプ用にカスタマイズしていきたいと思います。一応今日オーバーホールして帰ってきたんですけどね、タイヤとあと何やろ、グリップとなんかいろいろさらには変わってるんです。まあ何せ25年前のマウンテンバイクですからね、そらダメなところもいっぱいありますわ。とりあえずこのサイドスタンドをなんとかしよう。サイドスタンドない言うて、ない方がええ言うても、あったら便利やからね、やっぱり。なぜ快適仕様にするだけの話やから。お、いいんじゃないかい。2台完成。サイドスタンドと2台と、これで荷重50キロまでいけるらしいから、そんな詰まれへんけど。よし、次はペダルやりたいねんけどな。どうしよっか。先にシート変えて、前輪のバスケットつけていこうか。あ、そうや、まだここサイドのサイドガードつけなあかんわ。ちょっと、もうちょっとや。サイドガードつけなじゃないと荷物がこう来るから、これはいいじゃん。よし、この辺すりそうやけどな。まあいいや、よしやっていこう。はい、2台はこれで完成。ここにサイドバックが来てももうちょっと巻き込みがないから多分いけるはず。さあ、そしたらさすがにもう25年前のシートはダメよね。なのでシートを変えたいと思います。乗り心地よくなったよ。あ、クッション、これで十分や。よし、お、だいぶ組み上がってきたぞ。それでは前かご、これ便利よね、こうやって持っていけるから、これをここにつけたいなと思ってるんですけど、こんな感じかな。ちっちゃくなるし、ステムだけとりあえずつけていこう。それで、よいしょ、これをで、こういうバッグになってるから、こんなん、ね、
モンド風呂みたい。で、これをここに差し込んで、ロック。あれ？ロック。すれば出来上がりと。こんな感じ。いいじゃん。上がらへんし。荷物10キロまで。後ろ50キロまで。まあ、いい感じになってきた。よし、これで荷物が積めるぞ。いいんじゃないかい、これで。これ。実際これにバッグを置いてみると。おお、完璧。素晴らしい。あとここ結んだけばいいな、ここに。で、上バッグ。これだけでも持っていけるからね。もういいね。こうでしょ。ここにも付いて、こんな感じになるかな。よし。あと下くっつけなきゃな。あ、でも、雑魚やったら大丈夫そうやね。いいじゃん、いいじゃん。お、らしくなってきたやん。よっ。らしくなってきたがね。完璧やろ。これでどこでもキャンプできるぞ。あとは、サイコンと、LED のライトなんですけど、どこにつけろっちゅうねん、これで。どこにも使えへんやんけ。ここ使われへんもん。どうしよう。ここにでもつけるか。ライト。サイコンはまあ、ここにつけばいいけど。さあ、サイコンつけていこう。もう4つ目やもんな、これで。ついた。ワイヤレス。センサーがあんねんけど、そのセンサーとの間にこれマグネットになってて、ここのセンサーが上でスピードを感知するのね。そうすると、あ、ちょっと締めすぎた。で、ここの距離が5ミリなのね。5ミリって。めっちゃ上か。で、5ミリ以内に持っていく方が難しい。当たるよね。よし、できた。はい、サイコン OK。ワイヤレスだから、まあ、昔に比べたらだいぶいいけどね。はい、とりあえずできました。こんな感じ。よいしょ。サイコンつけて、ライトつけて、カゴホルダーをつけて、荷台をつけて。まあ、そこそこいい感じじゃない？マウンテンバイクにしたらちょうどいい感じ。だと思うけどね。入ってきた。自転車部屋。これが一番いいやつ。ピナレロのガンの RS アルテグラで、こっちウノね。TT バイクみたいになってるけど。よいしょ。で、クロスバイクと小径車、折りたたみやね、ルノーの、ライトテンかな。あ、これにもペダルつけなあかんわ。ペダルがまだ来ないんだよね。で、これがこの前行ったキャンプの自転車。なんで今7台エアロバイクもあるけど。さあ、それでは、
来週ぐらいいけるかな。はい、これで用意をしております。こんな感じかな。これで、ワンコがいなければね、これで十分キャンプできると思います。なあ、でも軽いね。もうこれだけで済むもん。何キロぐらいだったかな。多分6キロ、 6.5 キロぐらいの装備ですね。テント、ネイチハイクのテントね。MSR、 MSR、 このテントよりこっちの方が軽かった。ペグとかなんか入れとったらやっぱり重たくなるんかね。ネイチハイクのハイクの方が軽いからこっち側にしました。で、カメラの三脚で、寝袋、グランドシート、これ付属のやつね。で、何やったっけ、インフレーターマットで、タープポール、フィールドワーのタープポール、これめっちゃいいよね。軽くて短くて5本組やから150センチまでいけるし。それとスノーピークのこれポンタシールド、33のどれやったっけ、リリータップ持っていこうと思ってんけど、こっちの方がやっぱ重いもんな。全然重さが違うからポンタにしました。 4×4 なんてめっちゃ重たいもんな。なのでこっち側にしました。それで、クッカーはプリムスで全部揃えてます。オプティマスのこの間風防なかったからちょっとダメやったから、今度は風防持っていきます。よっこちょ、買った、よいしょ、風防の中に、よいしょ、ガスと外の301、300か、300Sかな、なんかそんなやったと思う。それとプリムスのクッカー、これで一セット。よし、パッキングも完璧。よし、これでもう何もせんでもいけますね。それとペグハンマー、これが一番軽量やと思う。それと、ペグと、これがペグね。で、タフグリッド、それと蚊取り線香、蚊取り線香で、お茶の段取りね、2杯分だけ一応持っていきます。ご飯はとりあえず1合だけ入れました。ミスティンのここにセットすれば OK と。ご飯で終わり。これでよし、これでミスティンでしょ。それと ネックナイフね、エルドリスモーラナイフの、これ貼ったらすごい便利やね。暑いかなと思ってとりあえず持っていこうって。まだそんなに重量全然足りてるから。これ雨具、カバーね、どうしてもいるから。雨や言うてるし、自転車で雨降ってカッパなかったら最悪でしょ。で、一応スノーピークのチタンとオピネルの10番かな、これ8番かな。これと2リッター、エヴァニューの2リッターの水。それと扇風機。これは絶対いるのね。なので、以上、これでキャンプはできるはずです。快適キャンプにはならないけどね。さあ、これをバッグに詰めて、自転車に乗せて、明日、明後日かなに行こうと思います。それでは、また次回。お疲れ様でした。